令和5年2月、我が社の決算発表会を開催しようと思います。2月は本当ね、日数自体が少ないから、あっちゅう間に終わってしまったなって感じなんですけど、まあ今月もね、いろんな人と出会えたしね、いろんな新しい仕事もできたからね、もう刺激的な1ヶ月やったなと思います。そういうのをね、今回発表していこうと思います。ではまず今月の仕事内容に入っていくんですが、引っ越しの仕事が1件ありました。片付けの仕事が7件ありました。家具の組み立ての仕事が2件ありました。トイレ掃除の仕事が3件ありました。それと同時にトイレが詰まったからね、その詰まったのを抜くっていう仕事が1件ありました。エアコン掃除の仕事が2件ありました。カーポートのね、屋根の掃除っていうのが1件ありました。空室のハウスクリーニングの仕事が1件ありました。換気扇の掃除が1件ありました。犬のアジリティのイベントの手伝いっていうのが1件ありました。次に探偵の方々の不倫調査のね、見学っていうのが1件行ってきました。そして最後にマンションの定期清掃の仕事が今回は4件ありました。はい、というわけで仕事内容はこんな感じなんで、まあやっぱね、結構暇やった時期も多かったんで、もっとね、仕事の母数自体増やさなあかんなっていう感じなんですけど、まあそういうのはね、後々話していこうと思います。というわけで、これら仕事全部合わせて今月の売上高は519,800円です。よいしょ。はい、519,800円です。はい。次にですね、今月のね、固定費に入っていくんですが、まあ、毎月毎月ほとんど一緒なんですけど、その内訳を言いますと、まあ、今僕が住んでいるここの家の家賃でしょ？あとは車の駐車場代、保険、年金、携帯代とか、まあ、それぐらいだと思います。まあ、これらすべてを合わせて、今月の固定費は14万円というお金になりました。はい、次に変動費なんですけども、まあ、この変動費っていうのは、まあ、広告宣伝費に関してはやっぱお金は1円も使っていなかったわけなんですよ、今月は。まあ、それでまあ、やり通すことはできました。変動費でかかってるものって言ったら、車のガソリン代っていうのと、あとまあ仕事をするのに買った道具とかがいろいろあったんで、その2つになるわけなんですよ。なのでこのガソリン代と道具代っていうのを2つ合わせて、今月の変動費は3万円というお金になりました。はい、というわけでこの売上高から変動費と固定費を引いたら今月の利益が出ます。今月の利益は349,800円です。よっしゃ。はい、はい。というわけでね、もっと利益はね、多くないとあかんなと思うわけなんですけど、これプラスね、YouTube の収入っていうのもあったんで、まあそれなりに一人で生きていく分にはね、まあ十分なお金はね、得られたかなと思うんですけど、これで満足はできないですよね。もっと稼がないといけないなっていう感じなんで、来月からはね、もっと気を引き締めていこうかなと思っております。はい、そして今月のね、その数字の発表っていうのはね、ここまでなんですけども、ここから先はですね、今月思ったこととか、来月に向けてどうしていこうとか、いろいろ考えてることがあるんでね、そういうのをね、話していこうかなと思います。まずですね、来月に向けてね、一つどうしてもね、この視聴者の方に言っておきたいことがあります。11月頃にですね、本当にテレビ局で働いているプロのね、ディレクターの人とかプロデューサーの人たちが僕のね、密着の動画をね、作ってくれるっていうね、その方々のね、総称としてね、担当 D というね、名前が付けられてるわけですけどね、この担当 D の方々が作ってくれた動画っていうのが出来上がりました。ということで3月の3日とかで、その3日後の、3月6日かな、この3日と6日っていうのは2本立てで、この担当 D が作ってくれた動画っていうのを僕の YouTube チャンネルにアップしていきます。それをね、ぜひ見てってください。まあその動画の仕上がりっていうのを見させてもらって、まあ動画が2本あるわけなんですよ。1本がまず仕事編っていうことで、小学2年生の子供に自転車の乗り方を教えるっていう仕事があったんですけど、その仕事の密着の動画っていうのが、まあ、僕がこの家で準備をしているっていうところから動画が始まって、そこからね、仕事に行って仕事が終わって帰ってくるって、そこまでの動画になっております。まあ2本目の動画が、まあ僕の裏側みたいな、そんな感じのコンセプトで作ってるわけなんですけど、まあ仕事終わった後からこの一人で撮影している風景であったりとか、一人でなんかどっか遊びに行ってるところとか、そういうのをまとめた動画になっております。まあ普段ね、僕一人やったら絶対撮れやんようなね、シーンとかいっぱいあるんでね、そういうのを楽しみに見ていただければと思います。担当 D っていう方々はです、いろんな会社を紹介するとか PR するとか、事業これから始めていくみたいなんですよ。まあそれの一発目っていうことでね、なんか僕にお声がかかってね、本当に作ってくれたっていう感じなんですけど、本当ね、プロの人たちがね、作ってくれたっていうことなんで、まあより多くの人に見てもらいたいなと思いますし、まあそういうね、企業の紹介とかいう動画を作ってほしいなって思えるような、そういう人たちがいたらね、この担当 D の連絡先とかをね、この次の動画のリンクに貼ると思いますんで、もうね、気になる方があったらそっちにアクセスをしていただきたいと思います。はい、そして次に、もう今月ね、喋りたいこといっぱいあるんですよ。どうしようかな。じゃあ探偵の話にします。
探偵の仕事をねやってきたわけなんですけど、まあ、仕事というか本当に僕は見学に行っただけなんですけど、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ、探偵の仕事っていうのはまあ8割ぐらいはね不倫調査であったりとか、そういう男女のいざこざがねまあほとんどなわけなんですよ。そういう仕事をずっとやっている本物のねプロの探偵の知り合いっていうのも、ね、最近できたわけなんですよ。まあ、そういう方々とね一日本当にずっと一緒に行動して、まあ、いろんな話を聞いてね本当に興味深い仕事やなと思いました。めっちゃ楽しかったんですよ。まあ、やっぱ探偵の仕事ってなかなか危険が伴うとか、ね、尾行しているのがバレたらちょっと詰められたりとかっていうね、まあ、そういう経験もね多分続けてたらいつかあるかなとは思うんですけど、でもそういうのがあったとしてもねめっちゃやってみたいなっていう興味深い仕事やったんで、もう来月からはね本当にその仕事もねこの便利屋の仕事の中に取り入れていきたいなと思っております。探偵業の届け出っていうのをね警察署に出しに行かないといけないわけなんですけど、去年ね出しに行こうと思って書類とか全部集めたんですけど結局はまだ出しないんですよ。まあその理由としてはね探偵の仕事はね、まあ、僕一人やったらねどうにもできやんないようかなと思ったんで、だから去年の段階では一旦諦めてしまったんですよ。でもですね今はそのね本物の探偵の方々の知り合いもできたということで、まあこれはもうね確実に仕事として受けることができるなと、まあそういう風に判断しましたんで、来月の3月中にはまだ探偵業の届け出っていうのを警察署に出しに行こうと思います。もう書類は揃ってるんでねあとは出しに行くだけなんですよ。まあそれもね YouTube も動画にしていこうと思うわけなんですけど、まあそれを出し終わったらね本格的にまあいろんな調査であったりとか尾行とか何か調べてほしいとかそういうのがありましたらね、そういう仕事のね集客っていうのをね本気で力入れてやっていこうかなと思いますんで、だからもしねこの動画を見ている人でね、まあ、ちょっとうちの旦那の行動怪しいなとかさ、まあいろんな会社をやってる人がちょっとうちの社員の行動が怪しいなみたいなそんな感じで思ってる人がいたら、まあちょっと僕の方に連絡をいただければね、ベテランのね探偵の方々と一緒にねもう思いっきりね端から端まで調査いたしますんでね、そういう仕事のご依頼があればぜひアクセスしてください。よろしくお願いいたします。はい、では次に YouTube ショートの話をしていこうかなと思います。先月も先々月も言いましたけど2月1日から YouTube ショートの収益化が始まりました。これねめちゃめちゃ期待してたんですよ。本当に YouTube ショートが収益化されるっていうだけで僕の広告収入っていうのは何倍にも一気にドドドンって上がるんちゃうかっていうすごい期待してたんですけど、蓋を開けてみたらそうでもなかったですね。本当ね YouTube ショートっていうのは確かに出したらさ再生回数は一気にバババーンって上がるんですけど、まあ単価が低い分ね、まあ言うほど儲からんなっていうのは正直なところなんですけど、全くお金にならないよりかはね非常に嬉しいなと思うんで、まあだから今月になって YouTube ショートが収益化されたっていうことで、まあ、4万円5万円ぐらいの収入が増えたかなっていう感じなんですよね。だから僕からしたらねそれぐらいの金額増えただけで十分嬉しいわけなんですよ。まあトップ YouTuber の人らからしたらね、まあ、そんなビビたるお金がどうのこうのっていうねやっぱ文句が垂れるのはしょうがないと思うんですけど、まあショートのおかげでね広告収入増えたっていうことで、まあそれぐらいで満足すべきところなんかなと思っております。はい、そして最後にもう一つ言っておきたいことがありまして、やっぱね、この便利屋の仕事をやってるっていう上で、仕事を取ってくるっていうのが何よりも大事なわけなんですよ。で、その営業の方法をね、どうしようかなっていうのをね、やっぱ先々月からずっと考えてたわけなんですよ。やっぱ1月も2月も仕事が少なかった。もうお客さんの方から連絡してくるのを待つっていうね、その段階ではもうないなと思ったわけなんですよ。だから自分からもね、行かないといけないなというふうに思ったわけなんで、まあ TikTok とかインスタとか、Twitter とか、そういうのを利用して、まあ僕の方からどんどん営業をかけていきたいなと思ってるわけなんですよ。この便利屋の仕事っていうのはね家の中の困りごとであったりとか、まあ、お年寄りの方々の困りごとであったりとかそういうところにね僕の仕事はいっぱいあるわけなんですよ。だからですねこういう仕事をいっぱい持っている人って誰なのかなって考えたら、まあ、不動産屋の方々とか介護士の方々とかあとまあ司法書士とかそういう事業ですね、司法書士行政書士とか、まあ、こういう方々といい関係を築いていたら絶対に仕事っていうのはどんどんつながってくるわけなんですよ。なのでそういう人たちっていうのを中心に僕の方からねどんどんSNS を通じてねどんどんアクセスをしていこうかなと思っております。まあ、やはりですね TikTok に関してはフォロワーが6万人そこそこいるっていうことで、まあ、SNS に関しては僕の方からねお返しできることっていうのは何かしらいっぱいあると思うわけなんですよ。まあ、そういう面ではこちらからお手伝いしますっていう形でこの便利屋の仕事につながるようなねお客さんのお困りごととかがあったらね僕の方に仕事をねちょっと回してくださいみたいな、でお互いウィンウィンな形でね関係を築けれたらいいなと思うんでね、まあ、そういう営業をねもう今月末ぐらいから始めてるんですけど、まあ、来月の方はねもっと力を入れてねやっていこうかなと思っております。そういう感じでこの仕事の母数っていうのをねもう底上げしていこうと思うんでね、それがないとねほんと待ってるだけやったらあかんなっていうのはもう身に染みて分かったんでね、どんどん来月からをね攻めていこうかなと思っております。はい、というわけでもう2月も終わってしまってもう明日から3月になってしまうわけですけど、まあ今月もねいろんな人との出会いがあったんですけど、来月からもねまた新しい人との出会いがあってねそれも楽しんでいきたいと思いますし、まあ探偵の仕事もね本気で取り組んでいきたいなと思っております。そしてこの決算の動画
画、次の動画っていうのは担当 D の方々が作ってくれた動画になっていますんで、そっちの方もお楽しみにしていただければと思います。というわけで令和5年2月、我が社の決算発表会をこれで終了します。ありがとうございました。